おはようございます、えー、今日は X ブッダの第4話を、えー、聞いたんですね。えー、でまあ、その内容は後で、えー、シェアしたいと思うんですけれども、うん、本当にあの今回の授業は、まあ、今まで以上に興味深かったですね。本当に。えー、っとですね私があの X ブッダに申し込んだ時には、うん、ちょっと2年え 1>, 1年半前かちょっと忘れましたけどあの本当に信じられないオファーがあってあっと驚くためごろっていうのがねいくつもあったんですよね。でそのおかげで私も千、えー、人さんのアルゼンチンセミナーに参加できたっていう経緯があるんですけどまあそれは横に置いといて、えー、今回も多分あの本編をねタダで聴けると思うんですよね。まあ、一部ではなくて まあ全部投資でねカットなしで聞けるんですよ、えー、URL をね貼り付けておきますので、あのー、クリックして確かめてほしいですぜひ聞いてほしいですねあのー、X ブッダを今まで、まあ、1話から3話まで、まあ、聞いてきましたでまあそれをねシェアするのも大変なんですよもうね全部全部丸ごとね言いたくなっちゃうんですよねでもそうはいきませんよね、まあ、時間も 限られてるしまあ、大人の事情もあったりしてね。うんで、今日今日もね。何を話そうかなって考えてたんですけど、うん？まあ私はいつもまあ、これだって思う。コアな内容に絞ってお話ししています。まあ、それにね。うんまあ、大サービスっていうかね。バンバンエッセンスを散りばめているんですよ。お気づきですかね？ うん、まあインダイレクト言えてませんね <laughs> インダイレクトにねまあさりげなくっていうかまあ言っちゃってますでもねちょっとヒヤヒヤしてるんですけどね怒られないかなとかまあなので、まあ、読んでいただければ知らないうちに X ブッダの真髄が身についちゃってる可能性は否定できませんなんちゃってねまあそれは分かりませんけどまあ このエックスブッダの情報にたどり着いたのも何かのご縁っていうか、まあ、超ラッキーな方だと思いますあなたは、まあ、だからまあ聞けるならねぜひ聞いてほしいと思いますうんなぜってねこのエックスブッダね教育プログラムなんですけど、まあ、コピーライティングとかねマーケティングパブリックスピーキングセールス心理学とかね学ぶんですけど まあこれってビジネススキルでありながら生活のすべてに使えますよね。喋り方とか、まあ、人間心理とかですよね。うん。文章だったりね。マーケティングっていうと数字とか出てきますし、まあ、お金のこととかも大事ですよね。うん。すごくね勉強になると思います。でそんなエクスブッダでございますが。 えー、今日のタイトルはね「あのセルフイメージ進化」っていうんですけど、まあ、私はこの中で、まあ、セルフトークの中にね、えー、摩擦トークとか否定トークとかあるんですけどそのことについて絞ってお話ししたいと思います、あのー、セルフトークって簡単に言うと、まあ、自分との会話ですよね自分と自分との会話です、まあ、私たちって結構 まあ自分自身に言葉を投げかけているんですよ。でしかもその内容はネガティブなトークが多いってことなんですね。まあ例えば朝ね目覚まし時計が鳴ってね、まあ、私なんかそうなんですあもう少し寝たい」とかね思うんですよ「もうあ寝たい寝たい寝たい」って「でも起きなきゃ」寝たいでも起きなきゃ」で「はあ 寝た方がいいのかなとかね起きた方がいいのかなとかああ起きないと会社に遅れるとかいやーどうしようとかねあでも寝不足だからあと10分でも寝た方がいいのかなとかねいやそうするとご飯抜きになっちゃうとかねメイクが手抜きになっちゃうとかああとかいろいろそこで実は会話してるんですよね自分とここううだだよよねねあでもね もう本当にこれってひたすら時計を見ながらずっとセルフトークをしてるんですよ。まあ考えたら朝一からネガティブですよね。しかも頭混乱してると思いませんか他にもありますよ、えー。ウォーキングしなきゃとかね。でもめんどくさい。ダイエットしなきゃでも食べたい。今はスキル磨きをしないといけない時期だ。でも旅行費用が欲しい。 会社を買って彼女にモテたいとかね、まあいろいろありますよね。あとね、このこれこれどう思います？あ,あ、自分はダメだ。できない、できるわけないよとか。ああ、もう負けた。自分はなんて情けないんだろうとかね。あ,あ、本当に私なんてもう本当にもう自信がない、自信がない。 ありますよね本当にめちゃくちゃネガティブで自分のこと否定しまくってますよね。もうこれってね自分にもう本当に自分のダメさ加減に念を押してさらに追い打ちをかけてるってそういうふうに思いませんか私たちって無意識にこんなことしてるんですよ。これって怖いんです。 あの思考は現実化するってありますが、まあ、イメージできることは実現するとか言うじゃないですかで一生懸命イメージしようしようとするんですけど結構なかなかできないんですよねいいイメージって。ところがこの、えー、できない自分とか成功しない自分ってもリアルタイムでもう体験しちゃってますからイメージしまくってますよね頭の中。 今でもすぐに映像出てきますよねそれぐらいリアルに焼き付いてますよねもう徹底的にビジョン化できてると思いませんかで、私今日ねそう思いましたやらなきゃでもできないすっごい摩擦,摩擦が発生してるんですそこに小さな摩擦ってまあ、思うかもしれませんけど 繰り返してきたら繰り返していたらすごいことになりますよね。ねあの火を起こす時でもそうですよね。この棒でこうぐるぐるぐるってこうね。両手でぐるぐるしますよね。火が起きてものすごいお料理とかできたりするじゃないですか。なのでね こういう自分とね否定トークをして摩擦トークをしてもう毎回ネガティブな内容ばかりですよね。うんいやそういえばねいいトークもありますよね。今日は目玉焼きが半熟半熟もう完璧とかね半熟さ加減完璧とかあるけどもうほとんどないですよね。あと鏡を見てね今日は眉毛。 うまくいったなやったっていうのめったにないですから、まあ、ほとんどの場合ね「ああニキビが」とかねああ「シミが増えたな」とか「シワが」とか「白髪が,が」とかねまあ、そんなのばっかりですよだからねセルフトークの約7割で7割がネガティブなトークだと言われていますで何が言いたいかというとこの「 毎日のネガティブなセルフトークこれ結構コツコツ積み重ねてますねしかも無意識ですこれね今日から観察してみてくださいもう気がついたらまたネガティブトークネガティブなセルフトークやっちゃってますから本当にびっくりしますよえー、セルフトークの一つ一つは地味です でもね、地味であっても確実に摩擦も起こってるしね否定もしちゃってるしこの自分の思考感情を使ってます充電されたこの体ね一日寝てああよく寝たって充電されたエネルギーがそのセルフトーク否定したり摩擦したりネガティブだったり それでね、漏れちゃってます。漏れていきます自分の内側にあるこう元気なポジティブな意思の力ですねそれがポタ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 落ちていくんですよその都度そのネガティブなセルフトークの都度ポタ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 で最終的にどうなるかっていうと「あ,あ疲れた」で精神的に「あ,あ疲れた」ってなるんですよ。横にになってるのにああ疲れた。 当然自信,喪失にな,ります自信ないって、ああ、疲れたって、自信なくた、なくしちゃったって、そんな感じですね。これって結構大事な話ですよね。はい、この続きは明日ということで、今日も最後までお聴きくださり、ありがとうございました。